いわゆるマス4倍体ってやつだな。意外と複雑なんだな。何で利益を上げてるか知ってる？マスコミ業界はどこを指す？マスコミ業界って何をしているの？今日は課題がたくさん出て大変だよ。あ、お疲れ様。今日も業界研究する？うん、今日はマスコミ業界だよ。マスコミ、人気なイメージ。マスコミはちょっと興味あるんだよな。確かに人気の業界だよね。早速見ていこうか。というわけで、まずはマスコミ業界にどんな企業があるのかからね。マスコミ業界の企業はこんな感じ。わあ、どれも知ってる企業ばっかり。でもさ、そもそもなんだけど、マスコミ業界ってどこを指してるんだっけ？テレビとか？そうだね、マスコミ業界がどこまでを含んでいるかって話だけど、まず含まれるのがテレビ、ラジオ、新聞、雑誌。いわゆるマス4倍体ってやつだな。そうそう、さすがだろ。それからマスコミ業界には通信社や広告が含まれる場合もあるね。広告はわかるんだけど、通信社って？自社で媒体を持たずにニュースの収集や配信だけを行ってる企業のこと。まあこの辺は後々説明していくよ。じゃあ早速、マスコミ業界が誰に何を提供しているのか見ていこう。まずはテレビ局から見ていこう。そもそもだけど、二人はテレビ局にどんな種類があるか知ってる？キー局とかローカル局とかは聞いたことあるな。お、いいね。テレビ局の種類ってのは大きく5種類。まず日本のテレビ放送の中心となってるキー局、それからキー局のネットワークに属してキー局の番組を中心に地方に放映するローカル局がある。ローカル局ってそういう意味だったんだ。それから地上波テレビ局のうちキー局ネットワークに属していないものは独立有局って呼ばれる。それから地上波テレビ局とは別に衛星を使う衛星放送テレビ局もあって、それが BS、CS。 これがテレビ局の種類5種類。 BS と CS の違いって？ BS は基本無料で見られるけど、 CS は有料ってところが大きな違い。まあ他にも違いはいろいろあるけど、基本的には料金の違いと思ってたらいいよ。よし、テレビ局の種類を知ったことだし、次はテレビ局の収益構造を見せるよ。テレビ局って何で利益を上げてるか知ってる？ CM で収益を上げてるんじゃないの？ NHK とか CS とかは受信料、視聴課金で収益を上げてもいるよな。お、いいね。テレビ局はざっくり1の広告収入、2の受信料、掲載課金、3のライツ収入、そして4の授業収入の4つから収益を立ててるんだ。1と2は予想通りだけど、ライツ収入と事業収入ってのは？ライツ収入ってのは自社のグッズやアニメの有料配信なんかで得た収入のこと。事業収入ってのはテレビ、コンテンツの事業とは別のもので得た収入。例えばフジテレビは都市開発、観光事業をやってたり、日テレはスポーツジムを運営してたりもするね。そうなんだ、全く知らなかった。とはいえメインの収益は広告だからね。テレビ CM の種類の話をしていこう。テレビ CM にも種類があるのを2人は知ってた？いや、知らないや。テレビ CM ってのは大きく分けて、 CM を流す番組をクライアントが指定できるタイム CM ってのと、指定ができないスポット CM ってのに分けられるんだ。ほら、よく〇〇の提供でお送りしましたみたいな放送聞かない？あれはタイム CM で枠を買ったスポンサーなんだよ。へえ、それは知らなかったな。料金はやっぱタイム CM の方が高いんだろう？そうだね。だけどタイム CM とスポット CM でそもそも広告費の決まり方も違ったりするから、その辺も説明するよ。そもそもタイム CM はさらにネットタイムとローカルタイムに分けられるんだ。ネットタイム CM ってのはキー局系列のエリア全てに放送される CM のこと。ローカルタイム CM ってのはローカル局のエリアのみに放送される CM のことね。ネットタイムの方が高いけど見てくれる人が多い、ローカルタイムは見てくれる人が少ない分広告費も安いってことでしょ？おう、いいね、まさにその通り。他にもいろいろ指標はあって、例えば番組の人気度とか過去の視聴率とか番組の時間帯とかね。意外と複雑なんだな。そうなんだよね。だから基本的に顧客からどんなターゲットを狙うのかヒアリングした上で、枠と料金をテレビ局側から提案することが主になるね。まあこの辺は
次の職種紹介で話すよ。一方でスポット CM の料金の決まり方はちょっと特殊で、 GRP×1GRP あたりの広告費から算出されるんだ。なんか難しそうな話。 GRP って何のこと？ GRP ってのは番組の視聴率かける CM の放送回数のことだね。例えば視聴率 10% の番組で3回 CM が流れたら 10×3 で 30GRP って言える。へえ、知らなかったな。ここまでで一旦テレビ局は終わりにして、次は新聞を見ていこうか。そもそも新聞って何があるっけって話だけど、これはテーマとエリアでざっくり5種類に分けられる。まずテーマに関しては、あらゆる情報をまとめた一般紙、スポーツに特化したスポーツ紙、その他の項目に特化した特化紙の3つ。そういえばスポーツ紙は家族が読んでた気がする。エリアで言うと全国で販売されてる全国紙と地方紙があるね。新聞社のビジネスモデルについてだけど、これはかなりシンプル。新聞社の収入は大きく分けて2種類あって、一つはスポンサーに広告枠を提供することによる広告収入、もう一つは消費者に新聞を販売することで得る販売収入だね。テレビと違って新聞は販売収入も大きいだろうな。でも最近新聞読む人減ったって聞くし、販売収入は落ちてるんじゃね？まあそうだね。ただそれは紙媒体の話で、新聞社は電子版に力を入れてるね。例えば日経新聞は2022年1月時点で購読者数275万人のうち約3割の79万人が電子版での購読っていう風に発表してるよ。へえ、意外と多いんだね。逆にまだ7割が紙なんだって驚いたけどな。実は電子版は無料会員数が多くて、それを含むと紙媒体含めた有料購読者よりずっと多い555万人になるんだ。そんなに多いの？そうなんだよ。新聞社は上場していないから細かい売り上げの内訳はわからないんだけど、無料版でも広告収入はあるし、今後有料会員になってくれるかもしれないし、とにかく電子版の価値は新聞社にとって大きそうと言えるね。ここまでで新聞社は一旦終わりにするんだけど、テレビ、新聞社と関わりの深い通信社も解説するよ。通信社ってのは自社の媒体を持たない代わりに情報収集に力を入れてる会社で、集めた情報をテレビや新聞に提供して対価として契約料を得るビジネスだ。またその情報を生かして、例えばウェブニュースの配信や出版、世論調査などの調査で収益を上げてる場合もあるね。情報収集のプロって感じだね。次は雑誌の話もしよう。雑誌は制作する出版社、その本を仕入れる出版取り次ぎ、そして消費者に販売する書店からなっているビジネスだよ。へー、出版取り次ぎは知らなかったな。本って膨大な数があるからね。それを書店や出版社が一つずつ把握して売買するのって難しいから、専門の出版取り次ぎがあるんだ。最後にラジオ局を見ていこう。ラジオ局は主にスポンサーからの広告収入とグッズ販売のライツ収入からなってるね。ここまででマスコミ業界の解説は終わり。どうだった？仕事の内容とか気になるな。広告収入の話も気になるし。媒体いろいろあって難しかったけど、ビジネスモデルは意外と似てて分かりやすかった。そのあたりは次回の職種紹介でしていこう。